皆さんこんにちは、武藤秀樹です。今僕はソノマに来ています。カリフォルニア州にあるインフィニオンというレーストラックです。モテギまで残すところ参戦となりました。皆さんと会えるのを楽しみにしています。それと今週末僕の母親と姉がこのレースを見に来てくれます。会えるのすごく楽しみにしているし、いつも家族がそばにいてくれると心強いので、今週末は頑張れそうな気がしています。今シーズンロードレーシングではレースをするたびに車の状態が良くなっていっているので、これがロードレース今年最後となるのはすごく惜しいんですけども、なんとか頑張ります。去年僕はここで予選5位、そして決勝5位でフィニッシュしました。自分のロードレースでのベストリザルトです。なんとしても今年それを超えるべきリザルトを残したいと思っています。それと去年エリオや他の経験のあるドライバーとバトルできたことをすごくエンジョイできたし、今年もそれを超えたいと思っています。僕は3週間後に日本に帰ります。というのもインディジャパンに向けたアピアランスをするためです。9月8日ホンダ青山本社でトークショーがあります。そこで皆さんと会えるのを楽しみにしています。それまで頑張ります。